皆さんこんにちは、奈良岡莉子です。今回の動画は11月のお気に入り動画です。もう12月に入ってしまいましたが、先月11月分のお気に入りを紹介していきたいと思います。前回10月分のお気に入りの動画もほぼほぼコスメの紹介になっていたんですが、今回もほぼほぼコスメの紹介になっています。まず一つ目はこちらです。無印良品のオーガニック薬用美白乳液です。無印良品のねスキンケアアイテムって割とプチプラで、無添加のものだったりとかして、こう肌に優しいものが多くて、乳液はちょうどねなくなったので探してて、無印のねテスターでこう試してみたら、香りがねいいんですよ。エッセンシャルオイルを使用して清涼感のあるハーブ系の香りに仕上げましたということなんですが、ハーブの香りでつけててねすごくなんかリラックス効果もあるなぁと思います。乳液でベタベタする感じが苦手なので、比較的ちょっとサラッとしてるのが良くて、でこれがビンゴだったんで使ってます。で無印の乳液、他のものに比べてちょっとお値段が割高です。これ税込みで2000円になっています。他の乳液とかだったら本当に1000円以下で買えるんですが、これはやっぱりオーガニックということでちょっぴりお高いんですが、まあお値段の割だけあるのかなと思います。なんか肌トラブルとかもあんまりこれを使うようになってから気にならなくなった気がします。お次はこちら、イニスフリーのミネラルメイクアップベース SPF30PA2+ のこれはカラーコントロールの下地になっています。このパッケージの通り緑色のカラーコントロールで、これはこの前韓国に旅行に行ってきた際に、イニスフリーのお店で購入してきたものです。私はニキビができやすかったりとか、あとは肌が結構赤みが出ちゃうタイプなので、その赤みを抑えてくれるのがこの緑のコントロールカラーで、今まで、日本でね多分カネボウとかから出てる下地があるんですけど、それを使ってたんですが、色をね抑えてくれるっていう部分では十分だったんですけど、イニスフリーの下地は赤みを抑えてくれるのはもちろんなんですが、つけ心地がすごく軽いです。しかも結構保湿をしてくれてる気がします。この下地を使った上に、スティックタイプのファンデーションを軽く塗ってなじませて、でお粉を軽くはたいてっていう感じにしてるんですが、この下地を使うといい感じでツヤっぽい仕上がりに、なってくれるので、あと香りがねなんかねさりげなくこう清涼感のあるイニスフリーのこのねノーセバムパウダーですね。私ずっとノーセラムって言ってたんですが、ちょっとコメントでこの前教えていただいたので、ノーセバムパウダーの匂いとちょっと似ていて、爽やかな香りが少ししてすごく使い心地も良くて、でこれからの時期にぴったりな下地だなということで、もう毎日これを使っています。韓国で買って大体800円ぐらいで購入できたんですけど、多分ねネットでも大して変わらない1000円前後で買えるものだと思うので、私これなくなったら通販で買おうかなと思ってるぐらいお気に入りです。お次はこちらです。 RMK のグロースティックファンデーションとクラシックフィルムアイズの05モカセピア、この2つ RMK のお気に入りです。でまず1つ目こちらのクラシックフィルムアイズ、これアイシャドウなんですけど、これは、多分有名なアイテムですよね。で、私はですね、9月が誕生日だったんですけど、その時に友達からプレゼントもらったんですよ。あんまり使ってなかったんですけど、なんかだんだん寒くなってきて、ちょっとこういう濃いブラウン系のアイシャドウを使いたいなと思って、改めて使ってみたら、やっぱりこれ、すごいと思って今月のお気に入りにしました。これはですね絶対よれません。アイシャドウって絶対このここにたまりません。なんか線になってこうなんかアイシャドウの粉がもう汚くなっちゃうんですけど、これはもう本当に一日中しっかりそのまま綺麗によれずに残ってくれるので最高です。これだけで目元グラデーションも簡単にできますし、この手でぼかすことによって薄さを調節できるし、あとこの先端でこのブラシみたいになってるので
このブラシでこう目の際だけスッて引けばアイラインとしても使えるそうです。あと同じくこの R&K のこのグロースティックは最近伊勢丹でね購入したんですけど、ハイライトを探してて口コミというかなんか今ちょっと話題になってて買ってきました。ベージュっぽいカラーのハイライトなので肌にすごく馴染みます。でちょっと今つけてみましょうか。このままいきますよ。今鼻筋に塗ってみたんですが、でちょっとこう手でなじませてあげます。でこれ本当はねファンデーションがこうなんかよれたりするから手に取ってからなじませた方がいいらしいんですが、しっかりちょっとハイライト感出したい時はこうやって直接塗っちゃってます。わかります？角度によって光こう当たってすごいピカーンってツヤってするんですよ。なんか鼻筋とあとこの目のこの V ゾーンとかに入れるともうツヤ肌っぽい仕上がりにしてくれるので、これねとても良いです。そしてお次はこちらです。ロゼットの洗顔パスタのホワイトダイヤモンドという、多分これ新商品のロゼットです。これなんか電車の中の広告にもなってて、なんか結構力入れてるみたいなんですけど、もうでも2週間ぐらい使ってるんですけど、これに変えてからやっぱりなんか肌のコンディションがいい気がします。ニキビ肌にお悩みの方にはもちろんですし、あとなんかこれね結構くすみ、肌のくすみとかを取り除いてくれるロゼットみたいで、で普通の通常のロゼットよりねなんかちょっぴりお値段高かったです。とは言っても600円ぐらいだったと思うので、まあ全然お安いと思います。香りもねなんかちょっとバラみたいな香りのものなので、なんか女性らしい香りでスッキリして使い心地がいいので、これぜひ試してほしいです。お次はこちらです。アトリックスのハンドミルクです。これは、手をね保湿してくれる不思議なアイテムです。手洗うじゃないですか。で手洗い終わりました。で手が濡れてます。その状態にこれを手にプシュッとやるんですよ。で濡れた手でこうやってつけて、でもう一回水でそれを流すので、そのままタオルで拭いて終わり。なんか新感覚のハンドクリームみたいな感じで、やっぱり手洗う時に一番なんか手ってこうガピガピに乾燥しちゃうと思うんですけど、その時に、できる保湿、手の保湿なので、なんかこれ使うようになってからあんまりこうささくれとか乾燥とかが気にならなくなりました。薬局で500円ぐらいで購入しました。お次はこちらです。いきなりジャンル変わりすぎだろうって感じですが、これルルののど飴デラックスグレープ味12粒入りシュガーレス。こののど飴超すごいです。最近こうエアコン使うようになってからあの喉をちょっとやっちゃいまして、ガラガラだったんですね。でまあよく舐めるまあトローチとかのど飴とか舐めてこう直そうとしてたんですけど、なんか全然良くならなくて、である日私それをあの外出する時に持ってくの忘れて、ちょっとのど飴ないと辛いなって思ってた時に、コンビニで一番高いのど飴買ったろうと思って、一番高いのど飴これ380円ぐらいしたんですけど、こんなちっちゃいのど飴12粒で380円高ーと思ったけど、1粒舐めたら3日間ぐらいこじらせてた喉の痛みが、1時間ぐらいで治りました。ほんとびっくりしましたね。こんなにいいのど飴あったんだって感じ。もう舐めてる時からなんかすごい喉に効いてる感が超して、味も別にすごいまずいっていうわけではなくて、なのでこれ1個あると、まあ、喉ガラガライガイガするなっていう時に、まあ、風邪予防にもなると思いますし、これはちょっと最近感動したので紹介しておきます。というわけで11月のお気に入りは以上となります。皆さんもこのアイテム良かったよ、こんな新商品出たやつあれ良かったよとかあったらぜひコメント欄で教えてください。ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォローなどもよろしくお願いします。ということで奈良岡莉子でした。バイバーイ。